何頭の馬を船に乗せてきたんだろう。数百だろう。餌をやって世話するのも大変だったろうに、どんな手を使ったの。ご遠慮なくご覧ください。いたしましょう。はるか昔、ただゆりなる者の負が、アザム村を海賊から救ったのです。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。アザムで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。元瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄せ、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこはアザムの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。
しっ。少し疲れたか。よし。紫の菊だ。この花のことを胞子が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の鎧への地図。
加減は せんぞ。 あっちゃった。 いわさっちゃった。 大作地の悪徹な侍。 逃がしてやる。助かりました。しかし家族を竹敷に残したままです。その村を通ったがすでに荒らされておった。家族は村を元に戻そうと探してみよう。
野党に戦場で拾われるとは。叔父上は何と言うだろうか。
ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。
険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。ただよりのいおり。誰の墓だろうか。紫の冠と同じ子を焚いて間もない。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かば数多を射抜く。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。これを土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、
鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る村の裏にある山か。